はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の二次方程式丸二をお送りします。で、前回からね、二次方程式が始まって、これで2本目です。で、今回も普通にこう、まあ問題がパッと載ってますので、これのね、二次方程式を解いていってください。で、4問です今回は。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあ確認してもらって、前回よりはちょっと難易度高いです。なので、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ1番から行きましょう。で、まあ、やることは前回と同じね、普通に二次方程式解いていくので、まあ解きたいんですけど、まず1番、2x2 乗マイナス 5x プラス1イコール0と。で、普通であれば、まあ、公式使えないかなとか。で、まあ、高校生の新しい技を使うなら、たすきがけ使えないかなって探してください。なんだけど、この1番、両方使えないんです。たすきがけも使えない、1番。で、あれば、どうするかっていうと、中3時に習った解の公式を使いましょう。いいね、解の公式です。で、本当は書いてあげた方がいいんだろうけど、ちょっと幅的に難しいので、口で言います。覚えてない子はね。解の公式、x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。いいね。もし、解の公式なんてやったって思う子がいたら、中3の二次方程式の動画で、解の公式編ってタイトルついてるのありますので、もしよかったらね、そっちの方チェックしてみてください。詳しくやってるからね。よっしゃ。じゃあ1番それ使って解きます。で、今言ったやつなんで、x イコール。で、この式であれば、a が2、b がマイナス5、c がプラス1だと思って解くので、まず 2a 分の。だから、2a だから2に2をかけて、4分の。マイナス b なんで、これの符号を変えたやつだから、5。プラスマイナス、ルート、b の2乗なんで、マイナス5の2乗は25。マイナス 4ac なんで、マイナス4と2と1をかけるから、マイナス8と。いいね。こうなります。で、あとは普通に解いてもらう。まあね、ルートの中計算してもらえば、4分の5プラスマイナスルート17と。で、出た後に必ずルートの中身チェックするんだよ。なんか出せるもんあったら出してね。ただ今回ルート17出せないので、これで終了となります。いいね。4分の5プラスマイナスルート17です。で、次2番なんですが、これもですね、解の、嘘止まっちゃった。たすきがけ使えないです。ね、たすきがけが使えないんで、解の公式でいこうと思うんですが、ぜひですね、解の公式の一つ新しいバージョンを覚えてください。新しいバージョンがあるんです、高校で。あ、ちょっとごめんね、これ、ちょっと下げる、あとずらすよ。ここが好きでしたね、ここね。ごめんね。で、何が新しいかっていうと、本当はね、たまにめんどくさいから覚えたくないですって言われることもあるんだけど、便利だからぜひ覚えてください。で、その公式がですね、さっき書いちゃうか、公式。x イコール、これね、書き方いろいろなんですけど、本当は 2a 分のじゃん。じゃなくて a 分のになります。で、マイナス b ダッシュです。この b ダッシュが何かは後で言います。マイナス b ダッシュ、プラスマイナス、ルート、b ダッシュの2乗、マイナス ac です。4も外れます、ここの。これが解の公式のもう一パターンの公式です。で、何かっていうと、b ダッシュっていうのは、ここって b、今回プラス2でしょ？これの半分の数字を b ダッシュとします。で、これ、どういう時に発動するかっていうと、これはですね、b が偶数の時に使ってください。いい？ b が偶数の時、ちゃんと書こうかね。サボらずにね。b が、ごめん。偶。まあちょっと適当な性格が出たね。ごめん。b が偶数の時です。だから、こっちは使えないの。b がマイナス5なんで、半分にすると2分の5になっちゃうでしょ。で、2分の5をここにぶち込むのは相当しんどいので、
B が偶数の時はこっちの方が楽です。で、なんで楽か今解いてるから待ってね。これ解くとですね、 X イコール A 分のなんで、 A と C は普通に使って、そのまま A1 じゃん。だから 2A 分の時は2分のにしなきゃいけなかったとこが1分のなんで、分数にしなくていいんだよ最初から。だからこれも1なんで無視でしょ。で、マイナス B ダッシュ、今回 B ダッシュはプラス2の半分なんで1になります。だからマイナス B ダッシュなんでマイナス1プラスマイナスルート1の2乗なんで1でしょ。で、マイナス AC なんで1とマイナス4をかけて符号を変えればいいからプラス4となります。いいかい。で、ルートの中をね、計算してあげると、ちょっと待って、待ってるかな、あ、大丈夫だね、とマイナス1プラスマイナスルート5で、ルートの中身チェックするんだけど、これ出せないのでこれで終了となります。ちょっと右下がりでごめんね。この B がね、偶数の時のこの解の公式のちょっと変化バージョン、ぜひ使えるようになってください。これほんとめんどくさいって言われちゃうんですけど、絶対楽です、こっちの方が。で、もちろんね、この式、あーなんだっけこの忘れちゃったって時はこっちで解いて大丈夫です。別に解いて大丈夫なんですが、解いた後訳文が必ず発生するので、その訳文ミスさえしなければ、問題なしです。いいかな、まあ、できればね、これ覚えておいてください。で、3番、ちょっとね、変わったバージョンいきます。まずここおかしいもんね、ルート 2x2 乗って、で、マイナス 4x プラス2ルート2となっております。でですね、3番、あ、ギリ入ってるかな、これ、まあ、きつい、多分たすきがけとかね、できる問題もあるんだけど、ルート入っててもで、きついなって思うから解の公式行きたくなるんですけど、このまんま解の公式使わない方がいいです。なぜかっていうと、まあ下にね、これまあここ偶数なんで B' でこっち使えるって、 A 分のから始めようぜって思うんだけど、 A 分のから行っちゃうと最初からルート2分のから始まるんだよ、 A が下に来るからね。ってことはルート2分のほにゃららになる。で、下にルートがいるから最初最後有理化しなきゃいけないから、まあめんどくさいとなってしまうので、だいたいね、この x2 乗にルートが係数でくっついてるとき、それで割ってごらん、ルート2で割っちゃうといい。そうするとどうなるかっていうと、ルート2で割ると、まずこれは x2 乗でしょ、で、ここルート2で割ると、一応書こうか、ルート2分の4になります。で、上と下にルート2かけると4ルート2になってトントンで2ルート2に変わるから、ちゃんといいね。だからマイナス2ルート2になるんで、ここがマイナス2ルート 2x で、ここもルート2で割るとプラス2イコール0と、こっちの方が絶対簡単です。なので、まずこの変形をしてから勝負してください。で、これはですね、因数分解気づける子は公式で解けるんですけど、おそらく気づけない子の方が多いと思うので、その場合は解の公式でやってください。で、今回もここ2ルート2が偶数というか、まあ、半分にすることができるでしょ。なので同じように B' マイナス2ルート2の半分はマイナスルート2だからね、これ使ってこの公式でいきましょう。なので x イコールA 分のでしょ、 A1 だからまた分数消えるからね、最初から分数なしで始められて、マイナス B' なんでこれに符号を変えてルート2プラスマイナスルートマイナスルート2の2乗は2になります。ルートって同じものかけたらルート外れるからね、2になる。で、マイナス AC なんで A と C かけると2で、マイナスだからマイナス2になる。そうするとですね、ここ消えるんです。ルート0って0だから。なので、答え、ルート2だけみたいな。いい？これで終了です。で、さっき言った、因数分解の公式で解けるね。どうしたの？公式にしようか。公式のパターンだとどう解くかっていうと、これですね。2がルート2の2乗なんですよ。なので、これね、左辺が
x マイナスルート2の2乗となってるんです。これこの式これ展開するとこれに戻るから、ちゃんといい、もしそれに気づければこれ x イコールルート2でしょ、解くと。なのでどっちでもいいんだけどね、多分俺が現役の時でもこっちを使うと思うけどね、解の公式おそらく気づけない気がする、まあ、気づけるとこはこっちでお願いします。で、ラスト、4番ですね。で、4番は、もう明らかにめんどくさそうなんだけど、カッコの中身が同じにしてる時点で、あ、そこ文字で置くんすね、ってのが気づけるから。なので、そのね、方針としてやっていこう。なので、4番。まず、頭の中でできる子はそれでも構わないんですけど、カッコの中身の x プラス2っていうのを、まあ、好きな文字で置いてごらん。今回、ラージ a とかって置いてみるけど、こうやってね。そうすると、式が、a の2乗をプラス 4a マイナス1イコール0となるから、あとはこれを普通に解く。で、まあ今回もたすきがけができないんで解の公式使っていきましょう。で、解の公式使うときにはまずちょっとね一息置いて b のとこをチェックします。そうすると b が偶数で半分にできるので、今回は b ダッシュが半分の2、それを使って解いていこうと思ってください。こっちの方が簡単だからね。で、間違ってもここ x イコールにしちゃダメだよ、今回。今回 a の文字だからね、まだ。なので、large a イコール、まず a 分のなんですけど、またここが1になってるんで、分数は発動しないです。下1だからね。で、マイナス b ダッシュなんで、マイナス2、プラスマイナスルート、b' ダッシュの2乗なんで4で、マイナス ac でしょ、 c かけるとプラス1か、こうなる。で、ちょっと下に書きます。で、 a イコールマイナス2プラスマイナスルート5となります。で、絶対にここで止めちゃダメだよ、答え、ね、出さなきゃいけないのは x を、ごめん、 x を求めなきゃいけないので、まだラージ a だからね。で、この後どうするかっていうと、ラージ A のとこに x プラス2を戻してください。そうすると、x プラス2イコールマイナス2プラスマイナスルート5と、こうなります。で、この2を右辺に移行してあげれば、x イコール移行してマイナス4プラスマイナスルート5と、よいしょ、こうなって、これで丸になります。いいかな?たまにね、焦っちゃってこの置く方を意識しちゃうとね、ここで答えやっぱ終わりにしちゃう子が出てくるので、すごいもったいないからね、最後ちゃんと X まで持ってって丸をもらってください。いいかな?では、今回は高校数学数1の二次方程式2をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、まあ、また3なんですけど、次、判別式っていうすっごく大事な、ある技を、ね、技というか、まあね、判別式っていうのをやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。